鋭い牙や爪を持つ動物に比べれば、静かに成長する植物は脅威になりにくい。だが、さまざまな草木が密集する森では潜む危険が予測できなくなる。故に、ウリンの生態とその成長力を見くびってはならない。アビディアの森を安全に通り抜けたいなら、レンジャー長のアドバイスを聞くのが得策だ。道案内なら任せてよ。知識は適切に使うことで進化を発揮するというのがティナリの認識だ。自らの植物学の知識と神の目の特性を組み合わせれば、研究だけでなくウリンの生態や安全を維持するのにも役立つ。レンジャー長の仕事をうまくこなすには観察に長けた両目が不可欠だ。ティナリがチームにいるとき、スメール地域の特産の位置がミニマップ上に表示され、採集の効率が上がる。ティナリの通常攻撃は弓による最大4弾の連続射撃で物理ダメージを与える。銃撃ではダメージがより高く、より正確な狙い撃ちを放つ。これはチャージ時間によって異なる効果を発動する。一段チャージでは草元素の集まった矢を放ち、草ダメージを与える。二段チャージでは火鏡の矢を放ち、草ダメージを与える。そして近くの敵を自動追尾する増運の花矢を生成し、さらに草ダメージを与える。テンプ深き岩式解放後、火鏡の矢を放つと自身の元素熟知が一定時間アップする。元素スキルでは色種の新榴弾を前方へ投げる。これは敵に草範囲ダメージを与え、色運の領域を生成する。神秘的な現像が領域内の敵を挑発し攻撃を引きつける。またこの時獲得する効果通速式は火鏡の矢のチャージ時間を短縮する。この効果は継続時間終了、またはティナリが火鏡の矢を一定数発射すると消える。根こそぎにしてあげる。元素爆発では種の力を結集し、敵を自動追尾して草ダメージを与えるツルマトイの矢を6本発射する。命中したツルマトイの矢は持久ツルマトイの矢を生成し、さらに近くの敵を自動追尾して草ダメージを与える。ティナリは多くの植生の特性を知る。草元素を凝縮した矢のより高度な使い方にも明るい。テンプ操縦精通解放後、ティナリの元素熟知に応じて狙い撃ちと造成ツルマトイの矢によるダメージがアップする。この方式でアップできるダメージには上限が存在する。問題を引き起こす通行人と厄介な魔物はウリンにとって迷惑な存在だ。前者には親切な指導を行うティナリだが、後者に容赦をする必要はない。戦闘時、まずは元素スキルで色運の領域を生成し、現像で領域内の敵を挑発するとともに通速式効果を得るといいだろう。そして安全地帯で素早くチャージし、火鏡の矢で敵に草元素ダメージを与えるのだ。元素エネルギーが溜まったら、元素爆発で敵を自動追尾するツルマトイの矢を発射し、続く持久ツルマトイの矢で敵に打撃を与えて、トラブルの原因を根こそぎにするのがいい。今この瞬間もスメールでは理解しがたいことが起きている。幸い全貌を知らなくとも、ティナリは直感によって巻き込まれるのを避けることができた。彼が思うに、知識は高度で奥深いが決して高邁なものではない。傲慢と隠蔽は災いの種になりかねないのだ。しかし滑稽なことに、知識を管理する教令院の賢者は知識も人の願望も理解はしていない。幾度ティナリから門前払いに会おうと、奴らの考えは変わらなかった。この頑固な執念がどんな未来を招くのか、見届けてみようではないか。